長く続く宇宙猫ブームに乗っかる。N2P 村上烈です。本日も厳選されたデジタルプロモーションを研究していきます。今回ご紹介するこちら、宇宙猫メーカーキャンペーンカルカンです。LINE 登録後、7種類の宇宙猫フォトフレームを集めると、応募フォームから応募できるキャンペーンです。それでは、烈さん解説お願いします。はい、毎日食べることを考えたウェットという、まあ、猫用ペットフードで、まあ、カリカリではなく完全栄養食の、まあ、ウェットフードの強みとか、まあ、ブランドムービーを見ることができるとか、まあ、普通にこう商品の訴求をまずはしてるんですが、このカルカンデイリーミールラボ、ペットフードやこう猫の健康意識調査のゾーンからなぜか宇宙感がクリエイティブに出てきます。マグロのこの宇宙に UFO に連れ去られたりとかなってるんですよ。この動画とかもカルカンってヘルシーなのにウェットなのにヘルシーなのみたいなのもなかなかですね、ちょっとこ う宇宙感、宇宙猫の驚きみたいな風になっていって、なんか宇宙感が出ています。不思議なもんでございます。でその宗教感とかも強めに表現されていて、でそんな流れの中、宇宙猫メーカーキャンペーンと続きます。でこの猫好きには常にトレンドワードの宇宙猫なんですよ。宇宙空間の写真と猫の写真をコラージュした面白画像のことを言いまして、海外では2006年頃に、日本では広まりだしたのは2014年頃で、まあ、壮大で無機質な宇宙空間と身近で愛らしい猫の組み合わせがシュールだねっていうので、宇宙猫として長いことファンを作り続けていて、今でも若い世代に SNS で見かけるわけです。そんな宇宙猫を作ることができるカルカン宇宙猫メーカーというのがありまして、こちら LINE の友達追加から商品のバーコードを読み込むと、この宇宙猫メーカーっていうのが立ち上がるようになっています。まあ、なので購買キャンペーンの仕組みですね。でさらに曜日ごとに全7種類あって、全部集めたら応募フォームから登録することで、さらにカルカンパウチ1ヶ月分が当たるダブルチャンスも行っていて、まあ当然宇宙猫ちょっとやってみたい、買うならちょっとやってみようかなっていうところにもありますし、7種類もあるっていうところで7種類見てみたいっていう気持ちにさせることによって、リピート施策にもなっています。まあ、猫ミームというのが2023年流行っていましたが、これまで仕事猫などインターネットミームになることが多い猫ですが、宇宙猫っていうのがやっぱ一番息が長いんじゃないかなと思います。まあ、権利関係とかもないので、どこの会社も使える、提案しやすいっていうので便利です。これであなたの企画もネクストステージだ。ご視聴ありがとうございました。なるほどと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。また面白いキャンペーンがあったらコメントで教えてください。現在無料出張勉強会のご依頼を募集しています。詳しくは概要欄をご覧ください。